贈り物とは何か出来事があった際に贈る特別なものを指す。同義語にプレゼントギフト、ご新物がある。いわゆる商品でない贈り物の特徴として以下の3点が挙げられる。マルセル・モースは贈与論において贈与をめぐる3つの義務を提示した。贈り物を与える義務動機は様々だが、洗礼や慣習といった暗黙の圧力や、 受蔵者が自分と他の贈与者候補を比料した時の結果を恐れる心理から発生する義務感によって送られる。人は意識的、無意識的に受蔵者から見返りを回収することを期待する。それを受ける義務を贈り物を受けることで債務意識が生じる。しかし、贈り物を拒むことは人間関係を築く上で過婚を残すこともある。そのため、贈り物を受けることは 関係を維持するための基本的なマナーとなる。お返しの義務、貸し、借りを作ったままでは、双方が落ち着かないのでお返しをする。こうした受贈者に生じる返礼の義務感を疑い、無い性とも呼ぶ。後に、モーリス・ゴドリエは、第四の義務として、神々や神を代表する人間へ贈与する義務を追加した。歴史を遡るほど人々の生活の中で第四の義務の比重は高くなる。 クリスマスツリーの下に置かれたプレゼントライブ会場のプレゼントボックス人類学者のブローニスワフ・マリノフスキはトロブリアンド諸島の部族が持つクラという交易の風習を研究しその蔵答交換の儀式が社会関係の形成や維持に貢献しているとしたマルセル・モースはクラやポトラッチといった贈与習俗を調査研究した上で売買という経済活動の起源は単純な 物々交換ではなく、贈り物の提供、需要、返礼という宗教的観念を背景とした儀礼に、あるとした。柳田国夫は、日本人の贈答で、なぜ食物が重視されるかを考察した。そしてその起源は、節や祝祭で神を祀り、その供物を人にも提供したことにある、すなわち食物としての贈り物は本来、神に対する供物であったとした。若森太郎は、 柳田の考察を引き継いだ上で、まずは、祭りの供物を神と祭祀に関わる者が共に食す、新人教職思想があり、それが祭りに参加する人々も含めた教職へ広がり、人々の間で、やり取りされる贈答という習慣につながったとし、また受け取った贈り物の一部を返す習俗は、この教職思想の名残とした。ありがとうございます。